まあ、まずこのセンターのところで突破でしたね。橋本からモセスがまずはもらいました。そこからゲインを切ってそのままクイックボール、村田当たっていきます。止めてますが橋本がサイドをついていった。ゴール前迫ります。ねじ込めるか守るか、トゥーノナドーだ。トライです。来ましたね。198センチの体が伸びていきました。ゼファニア・トゥイノナ、先制は日のレッドドルフィンズです。まあ、オーストラリアは、ね、U20、まあまり経験のないうちに日本に来て、日本に来て、まあ、徐々にこう力を出して試合に出るようになってきましたね。はい、まだ20歳ですね。20歳ですね。お互いかけてるって言ってるんですけど、僕あれバランスちゃんと取れてると思うんですよ。近いところ一発でねじ込みましたトゥイノナです。リーグワンチャンネルをご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。これからも楽しんでいただける動画をアップしていきますね。